中の皆様、大変大きな声でお騒がせしております。私は誰かという人も多くいらっしゃると思いますが、YouTube でおなじみの共産党をぶっ壊すの、令和たけちゃんでございます。で、本日は拉致被害者救出を求めるために、こうして私も参加させていただいております。私は、YouTube 等で申し上げておりますが、元陸上自衛官でありまして、この拉致問題、本当に他人事とは思えない問題であります。他国の軍隊が日本に侵入をし、日本国内で工作活動を行い、そして何の罪もない一般の日本人を拉致し、そして日本に返還をしない、まさに侵略行為であり戦争行為であることは明白であります。世界中どこの国を見ても、自国の国民がのうのうと拉致され、それを取り戻さない国は、この世界中どこを見ても我が国日本だけであります。その日本から脱却をしなければならない、戦後体制から脱却をしなければならない。そして現在においても、北朝鮮当局の息のかかった工作員が多数日本国内に潜入をし、工作活動を未だに行っている。これは公安調査庁の方もしっかりと情報開示をし、皆さんに発信しております。それに対し我々は何の無策である。それが現状でございまして、日本はスパイ防止法がない、つまりそういった工作員を取り締まる法律もないのが現状でございます。事前捜査ができない、これが今の日本で現状でございまして、事件が起きてから初めて捜査をする、それでは遅いわけでございます。拉致をする前に、その恐れのある関係者、そして関係団体全てを検挙し取り押さえなければ、第2第3の拉致被害者が生まれるわけでございます。拉致は侵略です。戦争行為です。これを単なる過去の歴史と捉えて終わらせてはならない。現在進行形で行われている、これが拉致問題でございます。そして今工作活動をしている、そういった現状を踏まえまして、皆様の家族、友人、恋人、そういった人たちが次いつターゲットになるか、これもわからない限りでございます。あなたの大切な家族、友人、恋人が拉致されて何もしない、何も思わない、そういったわけではないはずでございます。人間であれば、そして一人の日本人であれば、同じ同胞を助けようではありませんか。皆様が拉致問題を解決したい、そして拉致問題を終わらせてはならない、そういった思いを政府、そして政治家に届ける、このことが拉致問題解決への唯一の近道であります。国民一人一人が、私には関係ない、僕には関係ないと拉致問題を軽視し、目先の利益ばかりを追求する、目先の利益を政治に対して求める、そういったことが戦後の日本先行したわけでございまして、政治家は当選することが第一の目的であります。だからもって世論が拉致問題解決、そして拉致被害者奪還を求めていない、そういった認識をしたからこそ、政治家は拉致問題に対し真っ正面から取り組むことがなかったわけでございます。一番罪なのは言うまでもありませんが、拉致を犯した北朝鮮当局であります。そしてその北朝鮮と真正面から対決をしなかった政治家、そしてその事実を報道しなかったマスコミに責任があります。しかしながら一番の責任は無関心な国民であります。無関心な国民が拉致問題をなかったことにし、見向きをしないで、それを避けてきた。その結果、拉致被害者、そして家族が会えることなく、時間だけが過ぎていく、これは現状でございます。国民一人一人が拉致問題を許さない、忘れない、今なお行われている問題であることを一人一人が認識をし、政治家にそれを求める、そしてマスコミに公平公正な報道を求める、そういったことをしなければ拉致問題は解決しません。拉致問題を解決するためには、国民が声を上げる、国民が声を上げ、政治家がそれを無視できないような世論を構築していく、
これが唯一の近道であります。ここにお集まりの皆様は意識の高い方々です。しかしながら、残念ながら多くの国民は給料が上がってほしい、ボーナスが欲しい、老後の暮らしはどうだろう、そういったことばかりを求めてきた。つまり元自衛官から言わせてもらうと、国防を軽視してきた、国防をないがしろにしてきた、その戦後のツケが今来ているわけでございます。それの象徴たるものが拉致問題であるわけでございます。本当に拉致被害者を取り戻す気があるんだったら、そして第2第3の拉致被害者を生まないためにも、国防第一、国を守ることを第一に国は取り組むべきではありませんか。今こそ憲法改正を含む、自分の国は自分で守る、自分の国は自分で守る、そういった国にしましょう。そして拉致被害者を一日も早く救出するために、どうか皆様の力を貸してください。どうかよろしくお願いいたします。ご通行中の皆様、大変大きな声でお騒がせしています。我々は北朝鮮に拉致された拉致被害者を取り戻すために、こうして街頭署名活動をさせていただいております。私は YouTuber をさせていただいております、令和タケちゃんでございます。共産党をぶっ壊すで戦っている YouTuber でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。戦後の政治家たちはあの国に対し見向きもしなかった、対決しようとしなかった。旧社会党、そして共産党をはじめとした特定国家に忖度をする、そういった国々に忖度をする、そういった政党によって日本の安全、そして国民の生命財産が脅かされた、そういった事実がございます。そして現在においても、そういった政党が日本の国益を害する行為を未だに行っている、これが現状でございます。そして先ほどは安全保障についてお話しいたしましたが、今回は教育問題についてお話したいと思います。ありがとうございます。教育問題についてお話したいと思います。拉致問題、これは史上最大の人権問題であります。しかしながら、人権派と言われる人たちはなぜかこの拉致問題を言わない、なぜか拉致問題を取り上げようとしない、学校現場も、そして弁護士会もそれを言わない。なぜなのか、特定の国家に忖度をし、日本のことを 1% も考えていない、それに尽きるわけでございます。なぜ教育現場で子どもたちに拉致問題を教えないのか、拉致の事実を伝えないのか。私は大分県在住でございます。今は首都圏の方にいますが、もともと大分という町で暮らし、育ち、教育を受けたわけでございます。その大分の教育とは、皆さんももしかしたらご承知かもしれませんが、日教組という北朝鮮に忖度をする教職員組合がはびこっている地域でございます。ありがとうございます。その日教組によって拉致問題を扱うことなく、私も疑問に思った次第でございまして、その教員に対しなぜ拉致問題を取り上げないのか追及したところ、朝鮮の方がいるから、嫌がるから拉致問題を取り上げないと、副校長がそれを言ったわけでございます。一体日本の学校は一体どこの国の管轄の学校になったのか、そう怒りを覚えた次第でございます。日本の教育というのはこれから育つため、これから日本の未来のためにいかに頑張っていく、活躍していく、そういった子どもたちを育てる場でございます。しかしながら、特定国家に忖度をし、拉致問題をなかったことにしようとしている、これが残念ながら教育現場の実態でございます。本当に人権、そういったものを重んじるんであれば、しっかりと真正面からこの事実である拉致問題を子どもたちに教えるべきではありませんか。この拉致問題は、先ほど重複いたしますが、現在進行形の問題でございます。終わった話ではありません。今なお北朝鮮という独裁国家に囚われの身になっております。
自由も何もない、人権も何もない、そういった国に何の理由もなく何の罪もなく運悪く工作員と接点ができたがゆえに拉致され、そして日本という国から見捨てられた。政府が何もしない、政治家も何もしない、そして何よりも国民が声を上げない。それによって大切な人生を奪われたわけでございます。もし皆さんの肉親、そして友人、そういった方々が拉致された場合、他人事といられますか、なかったことにできますか。私の肉親が、私の友人が拉致された場合は、その北朝鮮当局に乗り込んで差し違えてでもやります。だけどそれを多くの国民はないがしろにし、見向きもしなかった。だから戦後のシステムによって犠牲となったのが拉致被害者、そして家族の皆さんでございます。皆様方に人の心、そして良心があるんだったら、どうか協力してください。どうか助けてください。皆様方の一人一人の行動、そして思いが政府に届けば政治家は動きます、政府は動きます。拉致問題が最優先課題になるよう我々が声を上げなければなりません。そしてこの拉致問題、この拉致問題を歴史的事実で終わらせてはなりません。現在進行形に行われている史上最大の軍事作戦であります。私は元自衛官です。他国の軍隊が、他国の軍隊が他国民を拉致し連れ去る立派な軍事侵攻であります。いつになったらこの拉致問題が戦争であることを日本人は認識するのか。戦争です。言葉は強いですが、拉致は戦争です。この拉致問題を戦争と認識しない国家は世界中どこを見ても我が国日本だけです。これを脱却しなければ愛する人も守れません。愛するふるさとも守れません。愛する日本も守れません。そういった話し合いの通じない国家に対しては軍事力を背景にした外交交渉をしなければなりません。そして拉致被害者5名が小泉政権の時に帰ってきました。それの裏話をお話ししたいと思います。その時になぜ5名が帰ってきたか、つまり我が国の同盟国である米国、つまりアメリカ、アメリカの第7艦隊が日本海に展開をし、北朝鮮当局に嘘の情報を意図的に流した。それによって北朝鮮が本気でアメリカは動く、そして本気で日本は北朝鮮を攻撃するつもりだ、そういう認識をし、慌てて5名を返したわけでございます。つまり軍事力を背景にした外交交渉でなければ何も物事は解決しない。きれい事では物事は解決しない。これは国際社会の実情であります。力なき正義は無力であります。人々の命を守るための力は必要でございます。どうかどうか第2第3の拉致被害者を生まないためにも、そして今なお自由を奪われ助けを待っている拉致被害者を助けようではありませんか。そのためにも、そのためにも自分の国は自分で守る、そういった普通の国にしようではありませんか。どうかどうか